チャンフーはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の43番艦。艦名は海軍主勲章を受章したゴードンパイアチャンフー海軍少将にちなむ。チャンフーの建造契約は1998年3月6日にノースロップグラマンシップシステムに発注された。2002年1月14日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港し、 2003年1月11日に、ホノルル在住のミッシェルプナナチャンフーによって、命名、浸水し、2004年9月18日に収益した。チャンフーは、太平洋艦隊に所属し、ハワイの真珠湾を母港とする。2005年10月13日にチャンフーは、パナマ戦績の商船シー・ローレルの救難信号を、受け救助に向かった。C ・ローレルの船員で、 韓国人のキムスンウォンは事故で手を切断した。チャンフーはキムをホノルルに運び、そこで緊急手術が行われたが、手の接望は失敗した。キムは手術後に韓国に帰国した。2009年3月12日、海南東沖合にて、中華人民共和国の調査船に、震度妨害などされた音響測定艦 T g o s -23 インペッカブルの護衛のため、 南シナ海に派遣される。ありがとうございます。